僕の名前は鳥哲夫。鉄道に限らず、いろんなものを写真に撮る、いわゆる写真マニアだ。今日もいろんなものを撮るぞ。よし、まずは鉄道を撮りに行くぞ。わあ、ここここ。この SL を撮りに来たんですよ。ここはちょうど朝の6時になると神秘的な写真が撮れるって言われてるんですよね。1秒でも過ぎたらダメですよ。あ、もう少しで6時ちょうどだ。3、2、1。おいおい、早く行けよお前。どけよお前。おい邪魔だ、おい死ねよゴミ。おいへへへ、脱線させてやるぜ。おいお前のせいで写真撮れなかっただろ。え、なんで俺がお前の都合に合わせねえといけねえんだよ。おめえみたいなキモータはな、家帰って早く寝てよ。はい、行けよお前。はい、キモータが死ねえ、うんこ。悔しい、ガキのくせにあいつ。こうなったら可愛い JK でも写真撮るか。あわ、いたいた。よし、結構いいのが撮れたぞ。どれどれ。あ、なんでお前スカートの中に短パン履いてんだよ。お前ふざけんなよ。こっちは遊びじゃねえんだぞ。え、何言ってるんですか、さっきから。てか、それさっきの盗撮ですよ。警察に言いますから。変態。あっ、あっ、あっ、くそ。こっちだって遊びじゃねえんだよ。あー、違う写真撮るか。あ、あれだ。あ、いたいた。よし。いや、鉄夫さん、何やってるんですか。いや、僕、ハゲ頭マニアでもあるんですよね。へぇ、変わった趣味してますね。いや、サラリーマンのハゲ頭は一段といいな。鉄夫さん、鉄夫さん、 UFO 飛んでます、UFO。 だから何よ、お前。飛んなくていいんですか。今、こっち飛んでんだろ、お前。そうですか。あ、行っちゃった。よし、いいのが撮れたぞ。へへへ、じゃあ次行くか。すいません。なんじゃ。僕、肛門マニアなんで、肛門写真撮ってもいいですか。あ、かまわんぞ。あ、ありがとうございます。ほれ、うわー、すっげー綺麗な肛門だ。うわ、すいません、肛門開いてもいいですか。あ、かまわんぞ。あ、ナイス。うわー、すげー、いいですね。おお、なんか取られるのも悪くないな。ほれ、もっと開いちゃるわ。あざす、あざす。うわ、すげえ、すげえ。なんかわしも乗ってきたわ。サービスでうんこしちゃるわ。いや、あの、うんこは大丈夫です。すいません。楽しい歌、悲しい歌。集合。はい。お前ら。はい。集合時間何時よ、まず。2時ですね、昼の。1時だー。すいません。すいません。違う違う違う。もう一回やらせてまして。もう一回はねんだよ、急に。なんだ、待ってろよ。ちょ、待って。上当たってるよ。バット悪いんだよ、うるせえな。サンバー。